こんにちは、松はいつも一人の松です。今回はですね、チェルシーに所属しておりますマルコス・アロンソの、バルセロナへの移籍の報道が非常に過熱していると、いうことで、そちらの話をちょっとお話しさせていただこうかなと思っております。現在、バルセロナはですね、多くの選手を、補強しまして、選手登録など非常に今、積極的に、スポーツダイレクターの、マテウと共に行動しながら、やっている最中なんですけれども、左のサイドバック、いわゆるジョルディ・アルバの控えと、言われるような選手を欲しているということで、マルコス・アロンソを狙っております。で、移籍金に関しては、15億から、25ぐらいの間で決まるのではないかなと、個人的には思ってるんですけれども、多分時間の問題かなと思ってます。マルコス・アロンソの代理人であります、ラマダニ、という方もですね、もうすでにバルセロナに入っているのではないかという報道も出ているぐらいなので、交渉の方はしっかりともうすでに行われているんだと思います。でチェルシーはですね、もともとアスピリクエタと、そして今回のマルコス・アロンソがですね、バルセロナに狙われている、バルセロナが欲しているんじゃないかと、言われていたんですけれども、アスピリクエタは、つい先日チェルシーと契約延長したので、バルセロナへの移籍はもう消滅したと言っていいと思います。でマルコス・アロンソに関しては契約があと1年残ってるんですけれども、昨年2021年にですね、本人が、もうコメントを出してるんですけれども、引退前にいつか、ラリーガで、プレーしたいと、本人がもう言ってます。でこれも明言してます。なので、それが今年なのか、はたまた来年フリーでなのかは分からないです。バルセロナの状況にもよるし、チェルシーの状況にもよりますし、マルコス・アロンソも、自分次第ではないと、言っているぐらいなので、クラブ間交渉だったりとか、チェルシーが、マルコス・アロンソもいいよと、スペインに帰りたい、君がラリーガでプレーしたいってね、明言しているのは知っているから、バルセロナが欲してくれているし、移籍してもいいよとか、そういったね、クラブとの話し合いだったり、クラブ間での話し合いだったり、いろんなものがこう交錯しながら、決まっていくとは思うんですけれども、時間の問題だと本当に思うので、決まると僕は思ってます。で僕はマルコス・アロンソに関してはですね、正直に言うと、チェルシーでのプレーしか正直言って印象はないです。もともとマドリーにいた、レアル・マドリードの、B チームにもともといて、でトップチームに上がったけど出場時間が全然なくて、でその後ボルトンに行ったのかな、ボルトンに行ってフィオレンティーナに行って、サンダーランドにローンされて、でその後チェルシーへの移籍が決まったみたいな感じだと思うんですけど、ウィキペディア見た感じね、そういった流れなんですけど、でも僕はやっぱりマルコス・アロンソのプレーっていうのはもうチェルシーでの印象が強いし、フィオレンティーナの当時マルコス・アロンソが所属していた頃のフィオレンティーナの試合も多分見ていたと思うんですけど、正直あまり印象に残ってなくて、多分あんま覚えていないっていうこともあると思うんですけど、チェルシー時代の印象がやっぱどうしても強いので、彼の特徴で言うとやっぱり左足のキックの精度と、やっぱりボックス内に侵入していくアグレッシブさと、ヘディングの強さだったりとか、サイドバックながらにこうヘディングも強い、っていうところがやっぱり、彼の特徴なのではないかなと、思うんですけれども、バルセロナに移籍すると、ジョルディ・アルバの控えっていうことになると思うし、彼と併用して使っていくっていうことになると思うんですけど、バルセロナはですね、スペイン代表のルイス・エンリケ、そしてブスケツも、過去にも言ってましたけれども、内容ほぼ同じサッカーしてるんですよ。バルセロナと、スペイン代表と結構似てるサッカーしてまして、でマルコス・アロンソって、スペイン代表は基本的な左のサイドバックのジョルディ・アルバが、ファーストチョイスだと思うんですけど、マルコス・アロンソも当然そこに侵入してくるタレントなので、こうなんて言うんだろう、スペイン代表が、バルサ化してるというか、バルセロナがスペイン代表化してるのか、どっちでもいいと思うんですけど、そういった傾向も今非常に強いし、結構スペイン代表の選手を今バルセロナは集めてる傾向が非常に強いので、フェラン・トーレスとかもそうですけれども、とにかく多いので、その辺で、狙っているのではないかなと。それこそアスピリクエタもそうなんじゃないかなと、思ってたんですよ。で、実際そうだと思うんですけど、ただアスピリクエタに関してはもう先ほども言いましたけど、契約延長が決まったので、バルセロナの移籍はもうほぼなくなって、でマルコス・アロンソに関しては多分もうあと1日2日3日ぐらい経ったら、もしかしたらもう決まってる、もう公式発表出てるぐらいになってるのかもしれない
で、まああのチェルシーでやってた役割って基本的には左のウィングバックで起用されることが多かったし、まあ、4-2-3-1 だったりとか、まあ、あのサッリー時代とかだったりすると、まあ、左のサイドバックで起用されたりはしてたかなとは思うんですけど、まあでも基本的には左のウィングバックかな、うん、でもチェルシーはもう完全に、この前、つい先日ですね、ブライトンからククレジャを取りましたし、で、まあ、そこには一応チルウェルもいますから、まあ、そこのポジションはもう埋まってますよね。だからもうマルコス・アロンソを放出する、まあ、前提で取ってると、まあ、言ってもいいと思うので、まあ、チェルシーでの、まあ、プレーっていうのはもう見ることはもしかしたらできないのかなと思います。で、まあ、バルセロナに行くと、まあ、ジョルディ・アルバの控えなんで、まあ、4バックの左になると思うんですけど、僕はですね、まあ、マルコス・アロンソ自身がやっぱりもともと持ってた願望、いつかラリーガで戻って、ラリーガで引退したいっていう、まあ、彼の望みがあるわけなので、まあ、年齢も今31歳ということなので、もうベテランで、まあ、あの早ければ32、34でね引退する選手もいるぐらいですから、あのラリーガでのプレーを希望している。で、まあ、バルセロナはね、まあ、ラリーガの中でもトップオブトップのクラブだし、まあ、スペイン人の、まあ、マルコス・アロンソからすると、まあ、レアル・マドリードだったり、まあ、バルセロナだったり、まあ、アトレティコ・マドリードだったりっていうのは、まあ、非常にね、まあ、憧れのクラブだったでしょうから、幼少期からの、まあ、本人もね、所属できるのであれば移籍したい、バルセロナのユニフォームを着てプレーしたい、まあ、そういった気持ちも、まあ、あるんだろうなと、まあ、思いますね、うん。で、まあ、チェルシーにはね、もう十分な戦力今取っていることもあるし、まあ、スピリクエタが残ったりとかもあるんですけど、まあ、残ったら残ったでね、まあ、あの違う方法、起用法だったりとか、もしかしたらね、左のセンターバックとかでね、使う時間が増えるかもしれないし、現状チルウェルもね、もう戻ってきたんだっけ、大怪我しましたよね。だからククレジャーがね、左のセンターバックに入って左のウィングバックにマルコス・アロンソを使うと全然できるんでね、まあ、急転直下で、まあ、決まらないとかっていうのもありえるんですけど、まあでも現状多分ほぼ 70-80% ぐらいの確率でもバルセロナに加入すると思うんで、ただね、バルセロナ取るのはいいんですけど、選手登録本当に大丈夫なんですかね。つい先日、ベルナルド・シューバの、獲得に関してちょっと、まあ、パリだったりバルセロナの、まあ、話題が出てたんで、まあ、そのラジオを投稿させていただいたんですよ。で、その時にも、まあ、お話はしたんですけど、まあ、会長のラポルタがですね、まあ、ベルナルド・シューバの、まあ、獲得に関して、まあ、記者会見というか、まあ、記者からこう受けた質問が、ベルナルド・シューバ興味あるんですかみたいな、獲得するんですかみたいなこう文言言われた時に、いや我々は今マテウとスポーツダイレクターですね、バルセロナの、マテウと一緒に今選手登録に、力を注いでいて、まずはそこを解決するところから今やってると、まあ、言ってたんですよ。でその後に、まあ、なんか人員整理的なね、シャビが必要としている選手、必要としていない選手、まあ、どういう風にしていくのかみたいなね、感じのニュアンスに取れるような発言をしてたので、マルコス・アロンソを取ったとしても現状その登録がまだできていない状況で取るっていうことなので、まだ放出が誰も決まってない状況じゃないですか。まあ、リキプッチが多分、まあロサンゼルスギャラクシーかアメリカにね、まあ、行くみたいですけれども、まあでも彼一人を出したからとって解決する問題じゃ全然ないですからね。はい、だから、まあ、会長がああいうことを言うってことは、まあ、登録に非常にまあ時間がかかるというか、まあ、ちょっとねどうにかしないといけない状況なんだろうなっていうのは、まあ、会長が言うぐらいですからね、まあ、そうなんだろうなと思うんで、まあ、取るのはいいんですけど、結局取って登録できないみたいなことになってしまったらね、えってなるし、いや選手もいや試合に出れねえじゃんってなるんでね、それはそれでまたなんか選手もかわいそうだしねみたいなね。だからつい先日、レバンドフスキ のカンプノーでのお披露目があったじゃないですか。で背番号9番背負ってて、まあなんて言うんだろう、まあ、マーケティング的にも、まあ、レバンドフスキが9番を背負った方が、まあ、ユニフォームも売れるし、まあ、収入もね、確約できるんでみたいな、
まあ、感じで、まあ、やったと思うんですけど、まあ、当然だと思います僕は。もうクラブを運営するあたり、運営というか経営していく上で、まあ、マーケティングが非常に重要ですから、まあね、デパイがもともと9番背負ってましたけれども、まあ、レバンドスキがね、まあ背負うことによって、まあ、得られる収益っていうのは相当まああると思うので、まあ、デパイがその後何番を背負うのかは分かんないんですよ。まあよくあるじゃないですか、チームってチーム あの背番号が変わることなんて、それこそクリスチャーノ・ロナウドも、マンチェスター・ユナイテッドに復帰するときに、まあ、7番背負いたいんで、カバーニから譲ってもらったりとか、マルシャルも一時期変えたりしてましたし、うん、まあ、あるじゃないですかそういうことってよくね。だから別にこのデパイ、まあ、本人が別にも OK って言ったのであれば別に全然問題ないと思うしね、まあ、そういったこともあったりしてて、まあマーケティングだったり、まあ、収益のところをまあしっかりと確保していかなければならないっていうことは、まあ、行動から見てまあめちゃめちゃ分かるんですけど、バルセロナもね分かるんですけど、やっぱりそれだけの多くのね、ユニフォームが売れたとしてもレバンドスキを起用できないとか、ハフィーニャ登録できないとか、クリステンセン登録できないとか、もしそういったことになってしまったら、まあ本当に大変じゃないですか、もう本当にね。ってなってくると、じゃあデパイを出すのか、まあ、フレンキーを出すのか、それこそあのフレンキー・デヨングはあのずっとねユナイテッドに狙われてる狙われてる言われてますけど、ここ最近はなんかチェルシーへの移籍の方が、まあ、可能性的には高いんじゃないかみたいな噂も出てるぐらいなので、まあ、もしかしたらこの辺でうまく交渉して、まあ、フレンキーがチェルシーに行くとかっていうのも、まあ、可能性はゼロではないですよね。まあ、あのバルセロナからしても、まあ、多くの選手を正直言って抱えすぎなんで今本当に。確かにこれだけの選手いたらいろんなことできるけど、まあ、不安材料というか、まあ、不協和音みたいなもの、不協和音というかね、まあ、内部分裂というか、ちょっとまあ内輪もけ、もめみたいな、ものもまあ出てもおかしくないし、まあ、起用が減っていくような選手たち、まあ、あれだけの大きなクラブでプレーしてる選手ですから、みんなエゴを持ってるしね、プレー時間が短いってなってくると、やっぱり文句を言い出す選手も当然出てくるわけですから、それをこうね、やっぱり監督としてもまだ歴がね、まあ、浅いに近い、まあ、シャビが率いて、そこをまとめられるのかも、まあ、ね、不安だと思うし、やっぱりその選手登録だったりとかね、まあ、バルセロナもいろいろ今大変だと思いますけど、まあ、マルコス・アロンソを、ね、取りに行くのは別に全然いいですよ、全然いいと思うし、本人もまあバルセロナへの移籍に対して多分相当前向きだと思うんで、まあ、お互いね、思い合ってる状況での、あの交渉になってるはずなんで、チェルシーとしてもまあ行ってらっしゃいってこう押し出してる感じなんで、まあ、いい感じに多分まとまって最終的にバルサでへの移籍みたいな感じになるんでしょうけど、バルセロナもバルセロナでまあ解決しなければならない問題があるので、まあ、この辺は本当にどうなるのかなっていうのは、まあ、本当に日頃毎日ちょっと気になってますね。まあ皆さん気になってると思うんですけど、めちゃめちゃ動いてるけど本当大丈夫なんかなって、やっぱり我々、まあ、あのバルセロナのサポーターの方々もそうだと思うし、まあ、私はバルセロナのサポーターというわけではないですけど、やっぱサッカーを普段からたくさん見られている方だったり、情報を普段追われている方ってやっぱりこうね、まあ、ツイッターだったり、まあ、皆さんそれぞれ SNS を使って調べたりしてると思うんですけど、やっぱりそこからしか情報を得られないじゃないですか。まあ、あのもしかしたらね、バルセロナのフロントの人と知り合いだっていう人もいるかもしれないですよ。もうそういう人はそれすごいと思いますけど、まあ、あの僕はそういった知り合いもまあ全くいないし、まあ、このネット上で流れてるものとかを、まあ、あの自分で情報的に処理しながら、まあ、取捨選択しながら、あ、これの方がちょっと信憑性も高そうだなとか思うものとかをちょっとまあ自分でこうえりすぐって選んだりしながら、まあ、こうやってお話はしてるんですけど、まあ、でもそういったニュースが多かったりとか、実際ラポルタがね、記者会見の時にも先ほども言いましたけども、まあ、選手登録に今、力を注いでるって言ってるぐらいですから、まあね、まあ、そういった問題が今出てるわけですからね。まあねえ、まあ、不安というか、まあ、バルセロナのサポーターの方々も、まあ、多少ながら不安を、今持ってるのかもしれないですけど、まあ、でも、今回お話ししたマルコス・アロンソに関しては多分もう時間の問題なんだろうなと思ってますね。はい、ということで、まあ、以上になるんですけれども、まあ、マルコス・アロンソね、チェルシーでもう長らくプレーして、まあ、スペインに、戻るということなので、まあ、ラリーガはね、ダゾーンの方で、まあ、見れるはずなので、バルセロナの試合もね、見ること今シーズン、まあ、たくさんあると思いますし、
僕もラジオの方ね、まあ、投稿させていただくことが、まあ、レバンドスキーが言ったことによって僕がねやっぱよりバイエルのサポーターでもあるので注目してしまうので、見ることも多くなると思いますし、まあ、ラジオの方もね投稿させていただくこともあると思いますので、またそちらの方のラジオもね、聞きに来てください。あとまあ過去にですね、まあ、様々なチームのまあ企画だったりとか、まあ話題とかに上がったものをまあラジオ投稿させていただいてるんで、まあ、興味のある方ぜひ聞いていってください。はい、ということで本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録と、コメント、ツイッター、インスタグラムもやってるのでよろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。